おじきの今日の裏ネタです。さあ、須田さんの今週の裏ネタでございますけれども、この話題だそうでございます、はい、早速須田さんお願いいたします。おーす。衆参補欠選挙で自民党が唯一負けた和歌山1区、はい、敗北の先にうごめく思惑とは。はい、今週日曜日に投開票行われました衆議院及び参議院の補欠選挙なんですが、和歌山1区二階元幹事長をはじめ自民党の重鎮が続々と応援入りするなど総力戦となりましたが、結果は維新の候補が当選いたしまして自民が負けました、敗北いたしました。しかし田さん、今回の選挙負けを見越した選挙だったたとおっしゃってるそうでございます。さあ、須田さん、その心はというところでございます。須田さんは、負けを見越した選挙だったっていうふうに言ってるんですね。おっしゃってる。はい。そうですね、ただそうは言ってもですね、選挙戦序盤で自民党が実施した情勢調査によるとね、自民党が立てた、二階派から出た方なんですけれども、加藤さん、はい、加藤さんがですね、維新の候補のですね、大体15ポイント差をつけてリードしてたんですよ。15ポイントはまあまあついてるんちゃいますの？どうなんですか？ですから普通で考えればね、どうでしょうね、悠々、当選というような状況だったんですけれども、はい、ただですね、選挙戦が進むにつれてどんどん追いつかれてしまって、最終的に大きく引き離されて、敗北するという状況だったんですね。はい。でなんでこんなことになってしまったのかというと、やっぱり無党派層、要するに自民党支持層はそこそこ固めたんだけども、やっぱり無党派層の、言ってみれば支持者、有権者をですね、引っ張ってくることができなかった、取り込むことができなかったというのが最大の敗北なんだろうと私は思うんですね。加えて自民党支持層の一定層も、これはどういう層かって申し上げますけどね、これも加藤候補から逃げて、維新の方に流れていったという、そういう状況があるんですよ。結果的にですね、もともとこの加藤候補っていうのは選挙に弱い、過去ですね、前回の、衆議院選では結果的に比例復活もできなかったんですが、これを含めましてね、4連敗してるじゃないですか、選挙区においては、で比例復活を、繰り返した人なんですけれども、ですから当初ですね、今回の補欠選挙でちょっと角候補厳しいんではないのかというところで、別の候補を持ってこようというね、そういう動きもあったわけなんですけれども、そこでちょっと和歌山独自のですね、ちょっといろんな事情があってというかですね、和歌山っていうとどうでしょうね、その二階王国、二階キングダムと言われてるわけなんですが、その一方で、二階さんそろそろ引退じゃないのと、引退しておそらく息子さんに譲りたいところではあるけれども、その息子さんっていうのがあまり有権者に支持もされていないし、どうも選挙にも弱いようだから、俺がちょっと出たいよなと思ってる方がいらっしゃる。それは誰かというと、今やですね、参議院のドンになりつつある世耕さん、この方がですね、二階さんの後釜を虎視眈々と狙っているんですけども、二階さんはそれを絶対に、世耕には譲らない、息子だ、みたいなね、ところで、この両者が水面下で激しいつばぜり合いを繰り広げていく、そういう選挙区なんですよ。で、二階さんとしてはですね、参院から鶴穂さんという方がいらっしゃいましたね、これ二階派の議員なんですが、この方を衆院に繰り返させて、今回の和歌山一区に立てよう、鶴穂さんだったら選挙に強いから間違いなく当選するだろうというね、そういうふうに考えていたんですけれども、それに待ったをかけたのが世耕さん、参院くら替えは俺の方が先だみたいなね、参院から衆院にくら替えするのが俺の方が先だみたいなのがあったので、それに、待ったをかけて、そして門さんがいるじゃないか、もともと和歌山一区にはというところで立てましたと、選対本部長には世耕さんがついたということなんですが、いずれにしてもですね、自民党総出で、選挙戦に臨んだんですが、その思惑というのはもう天然バラバラだったというところがあるんですね。そうすると二階さんとしては確かにね、自分が表に立って二階王国ということで本来だったら当選させたいところではあるけれども、落選してもこれは一方で自分の政敵である世耕さんの責任問題に発展するわけだから、ここはね、腹の内としてはですね、表面上は悔しいけれども、腹の内としては、これも良しとしてるんではないかなと、私は見てるんですね。どうしてかというと、次の衆議院選では、その鶴穂さんが出てくることが、ほぼほぼ確立されてるんですね。
まあ、そういった意味で言うと、はい、まあ、今回の結果は容認できるんじゃないかなと思いますね。本当に和歌山ってね、ガチガチのこの保守王国って言われてる中でですね、まあ、今回やはりその維新の議員が取ったっていうのはどうなんでしょう、かなりその自民党本部の中でも大きな影響あったんじゃないかなと改めて思いますけどもね。まあ、おそらくですね、表面だけを取材している新聞やテレビはそういう報道を知らせるんですけども、はい、ただその一方でね、維新としても鶴穂さんが出てきたらこれは勝てないぞというね、そういう受け止め方をしたんですよ。だから加藤さんが出てきたことによってがぜんやる気になってしまったと、いうのが維新の事情ですね、これはね。でもどうでしょうね、この言われている状況の中でね、須田さん、それこそ今この状況の中で総選挙早く解散をしたいのか、それともやはりどうでしょう、このまま ずれればずれるほど維新の雰囲気というものがね、もうなんとなく落ち着くまでは待った方がいいのかって、自民の思惑としてはどっちなんでしょうかね。とはいってもまだ維新は野党第一党ではなくて、やはり、自民党が意識しているのは立憲民主党などの、まあ、野党共闘の行方ですよね、はいはい、やっぱり警戒してるわけ で、うん、でそうするとね、今回やはりこの5つの補欠選挙を見てみるとですね、まあ、大分、はい、ね、まあ、もちろん和歌山を落としました、はい、大分も、千葉5区もですね、自民党議員が勝ったとはいえギリギリ、そうですよ、ね、だって大分なんて数百票差ですから ね、いやね、340票でしたっけ、国政選挙でそんなことあるのかっていうぐらいのギリギリでしたもんね。しかも盤石と思われた、山口のですね、選挙の岸候補はですね、まあ、これもですね、横綱相撲にはほど遠かったっていうところを考えるとですね、まあ、自民党にとってもこれ、すぐ選挙やってもですね、非常にこう苦しい厳しい状況になるんではないかというようなね、報道もあるんですが、私はそうは見てないんですよ。じゃあその対抗はどこなの、まあ、維新といってもですね、はい、まだまだ、奈良県知事選、はい、奈良県知事は取った、和歌山1区は取ったとはいえ、関西地区に、まあ、限定されたというか、その影響力は、ね、限定されている、そういう政党だ、全国区にはまだなっていない、なっていない、というところが考えて、じゃあ立憲民主党どうなのといったら、ボロ負けに負けたわけです、今回。いやそうですよね、もう消えてなくなるかのような勢いなんですよ。ですから自民党もですね、ね、横綱相撲ではなかったけども、4勝1敗といっても、その、数字の、ね、評価はその額面どれを受け取られないけども、で一方の立憲民主党、全然ダメじゃんっていう状況になると、自民党としては十分勝負になると考えてると思いますね、私はね。一方で、例えばお話ちょっとね、ずれますけれども、例えば共産党の議席もそうでして、公明党も2桁、ね、議員を議席を落としたってなってくるのが初めてだった挑戦で、今までの選挙のあり方みたいなものが当然各党を含めてですけども、方針大きくこれ変え、どういうふうに立て直していくかっていうのは、本当ある意味ではこう維新以外は今急務になってますよね。そうですね、うん、そういった意味で言うと、これから重要なキーワードになってくるのは、うん、組織化されていない無党派層、組織化されていない無党派層、これいかに取り込んでくるのかというところが、各党にとって一番重要なポイントになってくるのかなと。組織化されているところってどん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 高齢化が進んでいってですね、数も少なくなってくるし、選挙活動もですね、あまり、活発ではなくなってくるというところもあって、そこだけを固めたんでは、なかなか勝つことはできないんですよ。だから共産党公明党の凋落があるわけでね、でやっぱりその組織化されてない無党派層をどう取り込んでくるのかというのが、はい、今後のですね、各政党にとっての一番重要なポイントになってくるのかなと私は思いますね。とはいえ、その例えばね、須田さんね、この無党派層を取り込むっていうのは、おそらくここもう20年ぐらいね、こうずっとこう言われ続けてるところありますよね。でその風が大きく変わることで、もう本当軸ずれ的にっていう形で、大きく議席変わっていくのは国政の中でもあったわけじゃないですか。自民党政権、民主党政権含めてそうですけど、この無党派の取り込みっていうテーマを各党今どういうふうにこの取り組むかっていうところありますよね、その時代の流れとともにね、だから一時的な風タイムになると、今上野さん言っていただいたようにね、まあ一旦勝利は収
めるけれども、うん、ただその後また反動が来る。そう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 、3年3ヶ月の後の民主党政権の後に、うん、民主党の長期凋落が始まったわけですから。そう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 。でそれに対してですね、一つの答えを出したのが、うん、例えば日本維新の会なんですね、うんうん、であるいは今回の地方議会の議員選挙を見てみるとですね、うんうん、地方議員選挙を見てみると、はいはい、意外と令和新選組取ってますよね。でそのあたりを考えていくとですね、例えば維新の会はどこをターゲットにしたのかというと、うん、子育て世代の若いご夫婦、ね、確かに確かに、うん、そこに対してピンポイントに刺さるような政策を、ね、訴えていく、実行していくということで取り込んだ、うん、やっぱりこういった維新の会だよとか令和のですね、成功事例というのをやっぱりじっくりと分析してみるべきではないかなと思います、ね、この人口減少という話もあったから、そういう子育ての支援に力入れてるっていうのは、そうですよね、まあ、今回思ったのはその自民党の組織力とて今なんかある局面に須田さんこれ立ってるなって感じしますよね、この今の須田さんの裏ネタ聞いてるとね。いや組織だけに頼ってたら絶対勝てません、はっきり申し上げて、ねえ、いやなかなかし本当に、今度の選挙に向けて各党がどんな立て直しを図ってくるのか、はい、須田さん今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。